はい、どうも、アクです。今回もモダンウォーフェア3の実況プレイヤーでいきたいと思います。今回ちょっと武器変えてみようかな。SPX。これでいいか。あ、これ。これちょっとダメな。こっちへ行きます。純正のね。サブベースへのドミネーションです。はい。あ、今経験値2倍だったんだ。今気づいた。5試合、うわ、早い。5試合目で気づいた。ちょっと回線悪いかな。やっぱ、待て、倍率低い。あれ、あれに慣れすぎて倍率低い。うわ、惜しい。上にいない？大丈夫、もうないです。何今のめちゃくちゃ面白い効果音だったけど。マツケンサンバの最初みたいな。なんかね、マツケンサンバの最初のペーみたいな音が今鳴りましたけど。あ、シート取ればよかったかな？さっきの。わ、これクラウケ？クラウケ？ちょっと倍率これ、いちいち上げるのめんどくさいんだよな。でもな、XRK よりこの、なんだろう、この、スコープの縁が薄いから、あれだよね。やりやすいというか、見やすい。危ねえ。でもこの、俊敏さは、この武器の俊敏さが、やっぱりいいよね。XRK 若干重いからさ。あ、ナイスナイス。あ、B 取られた。取った瞬間に B 取られた。またペーってなるぞ。AB ギリギリ取れて。あとちょっと。あとちょっと、ちょっと入ればいいんだ。あ、ナイス。はい、よた。シート中か。行っちゃおうか。はいはい、どんどん取っていこう。どんどん取っていこう。はい、どこかな？ナイス。あれ、まさかの反射っていう。A を取りに行こうか。はい。いいよいいよ。もう全取りでね。全取りで。この倍率ね、調整めんどくさいな、これ。これ、デフォルトであっちにできないかな。死ぬ。あ、でもなんとか2点取りできてるより B 取られそうだね。バレたやっぱまあそれなりに使いやすいですね、この武器。覗くのやっぱり早いな。 XRK も早いと思ったけど、これもまあまあ早いね。ちょうどいい速さ。まだ生きてったな。これだけがただめんどくさい。え？全取りされた。危ねえ。上にいる。
上にいる？なんか上にいるな。バレた、危ねえ。うう。ああ。ありとあらゆる方向から、3人から狙われてましたね。めっちゃ狙われてた。反射。いる。ナイスナイスナイス。あべ。ナイス。あーバレたー。上かー。ナイスビー。やばい、厳しいな。どうしよう。ナイス。あ、B ナイス。あんまね、倍率上げるの忘れてた。これ、本当に、これなければ最高なんだけど。無理だよね、これ絶対いるもん。あ、絶対いるもん。てこいてどうにかならんよな。カバーしようか、カバーカバー。ちょっと待って、2方向から来た。ナイスビー、もう味方最高だ。いや、味方最高。どこ、あ、後ろにいたの。C 流しとっか。来ないだろ。うまい、うまい。アピ取られてるな。守ってるね、強いね。全然貢献できん。あ、これ俺だね。これ俺じゃね？マジで俺なんだよ。まあ、味方固まってたからな。そりゃ狙われる。ナイス。オネス。後ろも前ももう。おい、せい、これ。激しい。うお、すごいすごいすごい。なになになに。すごいすごい。何この地響き。ステルス爆撃。あ、ごめん。ごめん。同じ見た目の人が敵にいたからさ。いやあ、そこにいたのか。勝てるかな？でこい投げまくろ。よし。よしよ。
誰か入ってこねえかな。ちょっとここは堅実にね、チャーリー取られる。おナイス、ここで。よしよし、いいよいいよいいよ。いや、もう勝てるな、これ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ナイス、味方。味方、ナイス、俺は何もしない。俺はただ突っ込んで死ぬだけ。はい、ナイスでした。いやー、戦いやすかったですね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。じゃあ、さようなら。We'll be right back.